皆さんこんにちは、サチです。今日ご紹介するのはね、なんとなんとめちゃくちゃ気になってた生石鹸。生石鹸、皆さん生石鹸って聞いたことありますか？ちょっとね、名前だけでも結構インパクトというか、生何々ってかなり気になるわけよ。生チョコとか生キャラメルとかさ、生何々って言われたらなんだってみたいな。サチさん、こんなのどうですかっていうことでお話をいただいた時に、もう即答だよね。何それみたいな。とにかく想像がつかない、生石鹸っていう感じよね。生石鹸ってなんなんマジでっていうところなんやけど、あとね、公式サイトを見たらね、パッケージがめちゃくちゃ可愛かったの。すっごいおしゃれっていうか、試してみたくてしょうがないって感じだったので、この案件を引き受けすることにしました。肌に合わなかったりとかってなったら、この案件は紹介しないのでお蔵入りになりますけど、わあ、だからね、すごい祈るような気持ちでいる。もうなんかめっちゃ素敵なものであってほしいなっていう思いもちょっとあるんやけど、もうね、待ち望んでましたから送られてくるのが。まあ早く届かへんかなって感じで、めっちゃ楽しみにしてたのが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。実は今回私が紹介ねさせていただくってことで、お得なクーポンなんかもねありますので、最後まで見てください。こんなね箱が届きました。洗うたびあなたらしく。こういう言葉を目にするとさ、なんかすごくドキッとするよね。こう洗ってどんどん自分のこの素肌がどんな風になるのかなっていうのももちろん気になるんやけど、結構自信あるのかなみたいな気もするよね。どうなんだろう。これなんかここにも書いてあるよ、ルアンルアンで暮らしに癒しを心を込めてお届けします。すごい箱にもこだわってるね。こんな感じ、わ、綺麗だね。なんかドキドキしてきたけど、説明書が入っておりますね。パンフレットみたいな感じ。あ、使い方もきちっと書いてあるわ。なんかね、 YouTube で出してるみたい。洗い方もちゃんとね、泡を使用って書いてある。あ、こんなの入ってた。肌タイプ別洗顔ガイド。自分の肌によって何洗い方変わるってことかい。あー、なるほどね。めちゃめちゃ親切やん。乾燥肌、毛穴悩み、くすみ肌、肌荒れ。あれよね、同じ石鹸でもさ、まあ、どんな感じにして洗っていくのかっていうのをいろいろ書いてくれてる。すごい。商品一覧ってことで、まあ、ライン使いできるような感じなのかな。詰め替えとかそういうもんだね。髪とかもすっごい質がいい感じがする。あら、こんなのお菓子、お菓子か何かが届いたのかっていうぐらい、めっちゃおしゃれ、かわいい。やだー、こういうの大好き。こっちがポットで入ってるということで、こっちがねスティックだそうです。まあ、物は一緒なんだけどって感じよね。もうパッケージがかわいすぎる。おしゃれだわ、素敵。泡立てネットはこちらの箱の中に入ってますって書いてある。丁寧だね、いちいち。いちいちって悪口。なんか開けんのもったいななってくる。自分へのご褒美としても最高やけど、人にあげても可愛いんやない。この箱も取っときたくなるよね、これ。おお、プリン、私にはプリンが届いたの。これ泡立てネットが入ってる。この箱かわいいから取っとこう。めっちゃかわいいね。すごい。あら、こんな入れ物に入っておりました。何回も言うけど、これさ、使った後もこれ取っときたいよね。すっごいおしゃれ。何これ、飾っとくだけでもいいやん。こんな感じで、これはこれですくうんだね。こんなん、これが生石鹸ってやつ。あ、香りはね、すっごい優しいわ。ほんのりほんのり香ってる感じよ。ちょっともう一個のスティックの方見たいわ。これ、あ、こっちにもねちゃんとネット入ってます。これもかわいい。ペンケースにします。こんなの入ってました。やばいな、これテンション上がるよ。こうやってなんかあのスティック
くタイプ、スティックの糊みたいにこうやって繰り出すタイプ。何これ、大好き、もうすでに好き。ただ問題は洗い心地ですよ。洗った後にさ、なんかめっちゃ突っ張ったりとかカッサカサになるようだったら正直厳しいかなと思う。確かにね、おしゃれやしめっちゃいいけど、見た目も香りも最高やけど、洗い心地がどうかな、それをすごい心配してます。使ってみないことにはわからないからね。ママ石鹸はスティックだったら、まあ、1ミリから2ミリ、あ、そんなに使わないんだね。そんななんかごっそりいくんかと思ったらそんなこともなくって、でポットの場合は真珠一粒程度、ほんまにちょっとなのね。でネットの内側にすりつけるのがコツ。水の量は手のひらの 2、3倍。水が少ないと硬くて洗浄力が強くなる、多いと素早く泡立って柔らかい泡になりますということで、まあ、その辺でね、こう肌のコンディションに合わせて使い分けるって感じなんだと思います。洗い方はプッシュ、こう擦るんじゃなくて泡のもっちり感だけでこうギューッと押す感じらしいんですよ。そんなんで汚れ落ちる？やってみようね。まずネットを濡らします。ちょっとお湯入れてきましたので、ぬるま湯をね、そうすいてポット使ってみたいと思います。こんな感じ、結構ね綺麗に削れます。これをネットの内側中に入れまして、お湯をかけてクシュクシュ、あ、泡立つの早っ、めっちゃ泡立つの早いねんけど、え、すごない？あ、そう、固形の石鹸のようなイメージでおったからあんまり泡立つのが難しいのかななんてちょっと思ってたのよ。すごいじゃん。あ、いい匂い、とってもね柔らかくて優しい香りですよ。おお、すごいね。それでは、あ、なんやろこれ、不思議、弾力がある、もっちもちの泡やね、すごい、おお、なんか泡で押すって無理じゃないとか思ってたんよ。やけど泡にすっごい弾力があるから、すごい不思議、これモワンモワンしてる、見えないわあ、首とかデコルテの辺までね、お風呂場でね洗うといいよって書いてあったんだけど、ちょっと今撮影してるからちょっと首元までは洗えないんだが、めちゃめちゃ泡がもっちもちしてる。泡でこうギュッと押してる感じっていうよりかは、何これ、はマシュマロをギュッギュされてる感じ、柔らかいマシュマロ、すごい、これ嬉しい。私結構あの固形の石鹸とかああいうもの洗ってるうちにね、顔がピリピリすんのよ。あー、これ全然しひんわ、すごい、え、これやみつきなる、押すじゃない、引く時もなんかはぁはぁって感じ、あー不思議だよ、ずっとしてたいからやめたくないけど洗い流さなきゃね。よし、ちょ、大丈夫そう、私、みんなどこにいるのあ、すっごいことなってましたね首の辺とかも贅沢にうわーって洗いたい衝動に駆られてるわ今。洗い流してきます。今ね流してきました。突っ張る感じはね、私は感じないな。洗浄力は強いと思う。綺麗さっぱり洗ってくれる感じはすごくしてる。これね、私すっごいしっかり落ちてるわ。すっごいスッキリしてる。でも、かさついたりバリバリ感がないから、これどういうことなんだろう。ちょっと初めての経験って感じ。洗いすぎたり洗浄力が強すぎるとさ、洗い終わった後すぐカサカサになってもとかってやったらもうバリバリバリみたいなぐらい洗いすぎちゃうよね。落としすぎちゃうっていうかな。顔の油分の一滴もないみたいなぐらいになっちゃうんやけど、それがなくってさっぱりするのにお肌がガサついてない。
ほんまになんか今私の肌がこの生石鹸によって汚れを取って今純粋な状態になってるって感じの、そんなイメージで、余分なものを落として大切なものは残すみたいなことも書いてあったから、どういう意味と思ってたんやけど、ちょっと理解できた感じがする。これほんまにおすすめやわ、めっちゃいいよ。あ、小鼻ツルツルなってる、めっちゃ綺麗になってるやん。これね、私もう一種類ですね、どうしても知りたいっていうことで送っていただいたんですけど、それがね、これなの。アソートタイプなんだよね。これね、めちゃくちゃオシャレやなと思って、めっちゃええやんとか思ったのね。これ香りが全部違うらしいんよ。ちょっとこれもね、気になってんね。もうなんかバレンタインも近いから、自分へのプレゼントとか、女友達とかさ、これ男性にもいいと思うわ。これプレゼントにも最高かなと思って、気になるっていうことで一緒にね送っていただいたんですね。5種類のねアソートタイプなので、これはすごくいいと思うよ。これがさっき使ったのと同じタイプのものですね。これがホワイト、私が実際に使ったやつですね。そしてこれがねグレープフルーツ、グレープフルーツ好きかも。そしてこれがローズ&ゼラニウム、ほんのりバラの香りする。わあ、きつすぎない香りがやっぱり魅力的だよね。だってあんまり匂いがきついとね、なんかハッハッハってなってくるから。さらにレッド、レッドってどういう意味レッドは何の香りなの。こんな感じ、ベルガモットオレンジだって。あ、すごいいい匂い。やっぱ私柑橘系好きなのかな。そしてブラック、お、こういう感じ。これはねシトラス、いい香り。いや、全部いい香りだな。私レッドが好きかな。あー、なんかこんな風にね5種類のすごい素敵な香り、ミニスティックタイプもありますのでね、すごいよね。ほんまにすごかった、ちょっと感動しました私。というわけで今回ね、これ私もう大大大大おすすめしたいと思います。今回私の動画をね見てくださった方にはなんと 10% オフになるこちらのクーポンコードがデデン、はい、こちらねクーポンコード出ておりますので、ぜひぜひ皆さん挑戦してみてください。実際ね私が使ってみてほんまに良かった、良かったし、そして可愛いしおしゃれやしって感じで、センス良さげに見えるねこれ洗面台とかにさこれが置いてあったらちょっと垢抜けるよねいやちょっとこれほんまにおしゃれで、胸がほんまにときめきましたね。いやー面白かった。気になった方はですね概要欄の方に URL を貼っておきますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。これはちょっとこのもちもち加減はちょっと皆さんにね体験してもらいたい。本当にもちもちプルプルの泡でございます。はい、というわけで今日の動画いかがだったでしょうか。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。